ガリシア州内の一フェロルは、スペイン北西部ガリシア州は、コルーニャ県の自治体。ガリシアで3番目に人口が集中している地域にあり、近隣の自治体、アーレス、セデーラ、フェネ、モエーチェ、ムガルドス、ナロン、ネダ、サンサドルニーニョ、アスソモーサス、バルドビーニョなどとコマルカでフェロルを構成、どうコマルカの中心自治体である。 ガリシア統計局によると2012年の人口は7万1997人で県内3番目の人口規模でガリシア7都市では最も小さい。フェロルは北部と西部は大西洋に南部はリアデフェロルに面し東はナロンと境界をなしアルタブロ湾の一角にある。フェロルはガリシアで最も工業化された地域の一つで 歴史的には海に関する産業で発展してきた。特に造船業はこの町の主要な産業である。住民故障は、フェロラン、ラ、アルタブロー、A、男女同系のディパートメントル、ディパートメンタイズなど。ガリシア語ア社数の自治体住民に占める割合は12.20%。フランシスコ・フランコはこの町の出身。フェロルは、アコルーニャ県の北部に位置し、 コマルカデフェロルに属する。隣接する自治体は東のナロンのみで、リアデフェロルの対岸にはムガルドス、アーレスがある。北と西は大西洋、南はリアデフェロルに面する。自治体中心地区は市街地のフェロル地区。フェロルはフェロル四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ルメボビーチガリシア州の大部分と同じく、フェロルの気候は、 じめじめした海洋性気候で年間通して穏やかな気温、雨がちな冬、比較的カラッとした夏が特徴である。住民は12の教区の59の地区に居住する。自治体市長はガリシア国民党のホセマルエル・レイ・バレーラで、自治体評議員はガリシア国民党13、ガリシア社会主義者党7、ガリシア統一左翼二。 市内にはアコルーニャ大学のフェロルキャンパスがある。フェロルは13の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。